さあ、こっからですね、どうしようかな。もうとりあえずセブンイレブン軸で攻めていきましょうか。ないことは分かりましたんでね。そうするとここから今塩浜の中里って言ったときは、まあ実質塩浜ですよね。塩浜のミニストップやろ。ここから近いセブンイレブンどこがあったっけ。もうセブンイレブンなんで24時間やってるんでいくらでも時間はあるんですけど、どこあったっけな。道渡って向こう側のうねめ、うねめのセブンが一番近い。そこまで行かんとないか、セブンイレブンって案外ないよね、塩浜。あけぼののセブンかこっちかやね。あ、意外とないな。思いつくところ少しかないね。ないからもうちょっとそっちの方行きましょうか。下調べって大事よね、本当に。なんか毎回動画を撮るとタビに行ってる気がするけど、でも眩しいな。ほなら、あけぼの行こうかな。秋方面やったら眩しくないし。あけぼの行こう。眩しい。眩しいもん。うわぁ、首巻きとった。ごめん。全然見えんわ。うん。うわぁ、多分これ映像編集するときに死ぬな。ダメだ。土日日眩しすぎる。あそこ以外にセブンってこっち側はないよね。あけぼのまで行かないとないのか。クスにセブンってないの。ないか。画像多分使えないなこれ。ここまで火がど真ん中に入っちゃうと多分もう何も見えてないし、あの画像加工しないととてもじゃないけど見えないっていうか、もうすでに目が痛いですからね。あのミラーで反射してくるやつで、言われてみればセブンないか。ないね。よーし、いっそのこと鈴鹿まで走っちゃうか。いや、とりあえずあけぼの行こう。懐かしい、宮東からね。この辺りはもうバリバリ配っとった地域なんでね。思い出せるかな。だいたい名前思い出せますね。大丈夫だ、意外と。当然オンラインとは言えませんけどね、覚えてるもんですね。今パパパパッと、頭の中で地図ポンポンポンと思い描きましたけど、覚えてるわ。でもこの辺りとかちょっと変わってますけどね。隣が三菱ケミカルさんってことでね。あ、そうか、ちょうど5時過ぎで。よいしょ。土曜日なんで全然、出てくかれる人の数も全然少ないですけどね。一応コンビナートなんで動いてはいるんでね。動力系とか海運系は、なってるんですよね。もう基本的にほぼほぼ配達なかったですけど、たまに、そうですね、
物流系は動いてることがあるんで、そうするとね、たまにそっち系の荷物がポンってくることもあったりとか。なんで土曜日の中はちょっとまた異質なんですよね。面白かったですけどね。そう、ゲートが閉まってるんですけどね。抜け道があるんですよとかがないと、あの中に配達できませんからね。そう、車が入れるね、物流用の入り口があるんですよね。そうそうそう、最初知らんくてね、行ってゲートが閉まっとるか途方に暮れたって記憶ありますけどね。東海経済エンジニアリングさんがありの、さあで、ブリヂストンのね、センターがあって、面白いですよね、ここのブリヂストンのサービスセンターがあって、両脇に板金屋さんがあるんですよね。これ全部別々なんですよね。すごい立地ですね、冷静に考えてみると。宮崎さんの三菱 MCLC さんがあって、平子さんがあって、懐かしいな。で、 MCLC さんたまにこっち側のね、第2の方もあって、結構主権殺しが多かったの記憶ありますね。泣いてしまえば全然いいですよね。で、セブンイレブンがこの先にありますよと。よいしょ、曲がって入るか。手前曲がって入ろう。で止めた方がいいな。いや、すごい。丸木屋さんの横っすね。よっしゃ。丸木屋さんのれん出てるね。あそこのうどんも美味しいんですけどね。今日は駅前不安ときませんからね。まだちゃんとしたの1個しか食ってないけど、まあこっからあるでしょ。もうセブンイレブンあるのね、確定なんでね。もう補充も終わってるはずなんでね、多分余裕で帰るはずですからね。行ってみましょう。